タナさん。はい。あ、どうも。まるで外国に来たかのような。あ、はい。何ですかこの。そうですね。この会場全体が、まあ、今まさにちょっとあのスマトラ舞踊ですね。今日これは今あのイベント真っ最中です。そうです。これはですね、インドネシアフェスティバルと言いまして、ちょうどあの今年がですね、インドネシアと日本の国交樹立65周年を迎えた年になってます。そういう記念すべき年でもありまして。なるほど。じゃあインドネシアのもう魅力がいっぱい詰まったそういうイベント。そうですね、ぎゅっと凝縮されたようなイベントになってます。あのちょうどね、あのこの動画出す頃にはこのイベントはねちょっと終了してしまってるんで、はい、ちょっとぜひこの動画を見てね楽しんでいただければと。そうですね、はい、はい、いうことで今日はじゃあちょっとご案内の方よろしくお願いします。はい、あ、よろしくお願いします。こちらは植物展示ですか？そうですね、このインドネシアフェスティバルに、合わせましてちょっと植物の展示もさせていただいてます。いろいろありますけど。そうですね、ここからがあの主な展示なんですけども、サラダの木って言いまして、まあ、皆さんあんまり聞きなじみないと思うんですけども、はいはい、この葉っぱがですねレタスの味がします。で、現地ではサラダとして利用されたり、まあ、あの家畜の餌なんかにもなってるんですけど。あ、そういうことね。なるほど、名前がサラダ、まあ、人も食べれますね。で、ここはまあインドネシアにちなんだ植物、インドネシア分に原産だったりインドネシアで広く昔から作られてる植物として、はい、このマンゴスチンですね、皆さんあの果物の女王と言われてますけど、インドネシア周辺ではもうポピュラーなもので、あのジャムーって健康ドリンクあるんですけど、インドネシアそれにも使われたりしてます。まあ、実はついてます、はい、今はちょっと残念ながらこの時期なんで実がないんですあと、まあそうですね、これドリアンですね、皆さんご存知のあの独特の香りが、お花ちょっと匂いがね、そうですね、なかなかこれもスマトラ島とかカリマンタン島の熱帯雨林で分布してます。なかなか日本では売られてないというか、ね、そうですね、うん、今もちょっと残念ながら実はなってないんですけどあの意外がのね。そうですね、うん、あとこのコチョウランなんですけども、ファレノプシスアマビリスという今広く出回っているコチョウランの親元というか、これを元にいろいろ交配されているということで、残念ながらちょっとここにあるアマビリスはですね、あの純然たる原種ではないんですけども、かなり原種に近いあのもので、ですね、はい、隣のこのこれはあのちょっとインドネシアではないんですけども、ちょっと秋からランテンがありますので、ちょうどそれ のちょっと宣伝でですね使わせていただきます。宣伝ということで、はい、紹介しておきましょうか。これ秋のランテンが11月14日から14日からね、じゃあちょうど見に来れるという意味でね。なんと18、19日はですね関西文化の日ということで無料開館しますので、お気軽にあの来ていただけたらと思います。さあ上田さん、はい、ここが2階の花回廊の。そうです、ですね、はい、花回廊でして出店とワークショップと楽しみですね。はい、まあこういうですね、あのマッサージ、エステなんかもあったりします。こういう体験もできますね、はい、これはインドネシア独特の。そうですね、これエステ体験ということでして、インドネシアのジャムーがたっぷり入ったウィスリスパというですねあの製品で、本物のセラピストさんによるですねマッサージ体験ができます。なるほど。あ、この辺また雑貨は。そうですね、こちら、マデウィーさんって言いまして、
はい、先ほどもちょっとファッションショーで出演いただいた方ですね。天然の草木で、すごい、あの熱帯のですね植物をモチーフにして、うん、染めてるんですね。ものすごくでもなんか、はい、優しいですね、色合いも、そうですね、すべてやっぱり一点目のものになりますので、一点ものですね、まさにね、なんか本当にこう自然のなんかふわっとこう優しい感じのナチュラルな感じで、なんかこの色使いとか素材とかこう特有のものってあるんですか？そうですね、これ叩く、なんか叩いて、そうですね、こちら叩いて作るものになるんですけど、そういうことなんですね。あの、草木染めの中の一つの技法で、叩き染め、叩いて、布に転写するという染め方になってます。すごい、そのままが転写される、転写されてます、はいはいはい、手間暇だから、そうですね、まさにエコなあれですね。これがこういう製品になると、はい、こちらもまあいろいろインドネシアのシャツですね、バティックという、はい、ここもワークショップやってまして、バティック生地でピルケースを作るというワークショップなんですけども、昔のヴィンテージ の生地とかバティックの本物の生地で使うワークショップですね。こういう体験ができるんですね。今まさにちょうどこう生地をカッティングしてピルケースを作るというものです。こちらも、まあ、バティックの生地とかですね、他いろんなアクセサリーとかですね、こういうこの辺はなんかね、かわいらしい、そうですね、ちょっとデザイン性もあって、はい、やっぱりおしゃれな、これなんかもすごい、あの仕事が細かい、きめ細かい、これなんかもヤシの葉ですか。あ、やっぱこう植物を使った、そうですね、サスティナブルな、ね、サスティナブルな、言えてないですね、すみません。でここがチェリタクラフトさんっていいまして、あの老血染め のバティック自体老血染めなんですけど、それの老書き体験といいまして、このような老 で下へああいうあれがまあ書いた後のやつなんですけども、これ実際に生地にデザインをする、これはもうこれ書いた後のやつです。あ、これをまた染めるんですか。はい、書いた部分が白抜きになって、うん、染料が入らないので、はいはいはい、でこれ実際書いて書いたものをで染めた後にお送りするという。これはすごいのは両面全く同じなんですね。あ、リバーシブルになってるんですね。こういった貴重なものも見れるというですね。はい、あとここ地球雑貨アースビレッジ。おお、すごいな。なんかちょっとね、インテリアとか楽器とか。そうですね。まさになんか伝統品、工芸品みたいな感じもありますけど。これなんかはインドネシアのタコですかね。すごいですね。これ鳥だったり、これ蝶々になってたりですね。いわゆる日本のタコとは全然風情が違うというかね。はい、これは何でできているものなんですか。これ木の実ですね。木の実で作ったこれ楽器になりますね。これ楽器なんですね。楽器とかヒーリングとかにも使われる。はあ、はあ、なるほど。現地の風通しのいい家屋の日中にこう鳴らすとね、日本の風鈴じゃないけどちょっとこの音が何とも言えない心地のいい音色というか、あ、面白い。なんかもう楽器の音です、これ。これ木の音っていいですよね、優しいし。そうですね、竹でできてる、ね、この辺はなんか男性も好きそうなやつが、そうですね、かなり出てきますね。インテリアに置いててもいいのかなと。いや、僕もなんかこういう仏像というかね、はい、こう造形物とかもすごい、すごいですね、これもね。このカラーリングいいじゃないですか、はい、ガルーダっていうね、神様ですよね。派手ですね。でも派手ですね。でもかっこいいですね、うんうんうん、こういう、はい、なんか縁起が良さそうな、デザイン性も高くて、まあ、ここはいろんな、まあ、お面とかね、はい、楽器があって、はい、バッグも多いですね。先ほどもありましたけどね、こんなもインテリア的にもね使える感じで、はい、ここはまあいろんなこういうインドネシアのですね、あの音楽、まさに文化ですね。そうですね、民謡から
伝統音楽から、まあ、そういうインドネシアのポップスとか、ここはもう木でこういう本当に木製だけ、木製でですね、こういうあの文房具だったりですね。わ、でもおしゃれですよね。そうですね、ちょっとやっぱ木の温かみが感じられる。そうですね、はい。まあ、こちらもいろいろこういう、香辛料とかですね、インドネシアの調味料とか、これも、はい、なかなか、普段買えないようなものもたくさんね。チャイとか、まあ、インドネシアの 100% インドネシア産のお茶の葉、これ個包装になっているのでいいですね。あと向こうがカカオ、チョコレートですね、インドネシア産 100% の。カカオね、でもちょっとブームじゃないけど、やっぱりね、人気ですもんね、今チョコレートが。これもまあファーマートゥーバーって言って、そういう農業とか支援する、現地で支援して作ってもらったものを製品化して販売しているということで、こちらがホテイアオイで作った。ホテイアオイって水に浮く植物ですね、はい、水生植物なんですが、ホテイアオイから作ったこれ全部、はい、カゴとかこういうキーホルダーとかですね。すごい、はい。こっちが、まあ、南陽源さんですね。もうインドネシアのそういうインスタント食品とかですね、調味料とか、これはなんか面白い、はい、こういうスナック菓子のようなエビせんですかね。まさに現地のスーパーとかショップで売られているようなものですよね、はいはいはい、これはなんか人気ありそうですね。そうですね、これがまさに今ちょっとワークショップやってますけど、テンペっていうテンペ、はい、この豆みたいなものになるんですけども、そうです、これ大豆なんですけど、この大豆をですね使った茹でてですね、そのテンペ菌というのを、種付けして、で、25度から28度ぐらいでですね、作るもので、インドネシアの納豆って言われてるんですね。あ、じゃあ発酵食品、健康食みたいな、ね、健康食品、まさに。へえ、これも聞いたことないですけど、発酵食品でですね、はい、流行りそうですよ、なんかテンペ。ちょっとね、数年前かなんか一時ちょっと話題になったんですよ、日本でもですね。あ、そうなんですね。なかなかこういうものもですね、テンペを作る機会っていうのはねないので、これは貴重な体験ができるものだと思うんですよね。ここが仙人スパイスさんといいましてですね、まさにスパイス類の、はい、この胡椒ですね、ここは胡椒専門の店ということで、はい、生の胡椒を塩水でつけて作ったということですね。まあ、インドネシアというともうスパイスの宝庫というかね、だから胡椒と一口に言ってもいろんな、やっぱスラウェシ島とかカリマンタン島とかですね、ジャワ島とか、島によってもやっぱり味が違う、多様性があるという、まさにこのテーマ多様性という。ここがヌサンタラコーヒーさんですね、はい。ここもインドネシア産の5種類のコーヒーを取り扱っているお店が、ハンドドリップの体験なんかもいただけるということで、今まさにハンドドリップ中でして、はい、はい、これ体験しながらね、作って飲めるっていいですね。自分で豆を選んで、それを自分の手で引いてハンドドリップするという、ちょっとインドネシアのそういうこう香りをね感じて。こちらが普段土日もやってる植物販売になります。え、まあ、ここも多肉とかサボテンもあるんですけども、東南アジアの、分布してるランとかビカクシダとかもありますし、インドネシアのアリ植物なんかも販売してます。いいですね、こうインドネシアフィアでこういう植物ね。そうですね、こういう植物の販売というのも、この辺なんかもまあインドネシアで販売しているやつですね。ちょっと珍奇植物といわゆる、ね、はい、今流行ってますから。そうですね、インドネシアも植物の本当に多様性に富んでる、うん、ものになるので、この辺なんかはもうインドネシアのものですけど、ちょっとだからこういう世界観、今恐竜の、ね、ミニチュア置いてますけど、はいはいはい、かなり、ね、珍しい植物です、ね、原生林のような感じでね。これね、実は実がなって、あ、ちょうど種がね、そうそう、未生で出てきたやつが下に落ちたりしたらこういう風な感じ。わ、かわいらしい。生えてるので、
本当や、下に今ね、そうなんですよ、できてますね、はい、こちらもですね、ウータンさんということで、森と生活を考える会ということでですね、 NPO さんなんですけども、インドネシアのボルネオの森を守る保全活動をしています。まさにオランウータンとかですね、あのゾウが今あの非常にこう自然破壊でですね、危機的な状況にあるんですけども、そういったものもやっぱ保全をしてたりします。要するに森にアブラヤシをどんどん植えちゃうので、その原生林が失われていくということで、こういうオラウンタンとかですね、ゾウが非常に住処がなくなってきていると、まあ、まさにだから植物の多様性というか生物の多様性は本当に大事なんですね。もう関わりがやっぱ生物と植物、植物同士もそうですし、もうつながり合っているので、もうどっか一個でもかけるとちょっと絶滅に瀕してしまうものだったりっていうのもあるので、まあ、こういうサスティナブルな竹でできたコーヒーカップとかっていうのも可愛らしいですね、デザインもね、なかなかポップな、はい、上田さん、ここはどういう展示なんですか？はい、ここはですね、展示室なんですけども、インドネシアのですね、植生、この多様な植生をパネル展示している場所になります。なるほど、なんとなく雰囲気は分かってても、実際ね、どういう気候、どういう土地かってね、はい、知らないこと多いと思うんで、じゃあちょっと早速、はい、見ていきましょうか、はい。まあ、この辺が、まあ、いわゆる熱帯雨林という形で、まあ、こういった木々が生い茂った、ものになりますね、標準的な。あと、まあ、こういう低地の高雨林ということでですね、まあ、水が割ととどまらないようなですね、丘陵地の斜面なんかを中心に、そこにはですね、20階建てぐらいのビルに相当するフタバガキという植物ですね、が生えたりしています。ラフレシアですね。ですからこういう雨林は、あの巨大な、まあ、30メートルとか20メートル以上の木があって、その下に15メートルで、さらにその下が5メートルということで、いろんな層をなして太陽の光をですね、分け合っている森という形になる。で、まあ、いろいろこういう1000メートル、これは山地林といって雲霧林と別名言われてますけども、割と標高の1000メートル以上の頻繁にも霧が常にあるようなところです。そういうちょっと湿気の多いようなところに生える植物とか、ね、はい、あとはまあこのマングローブってね、皆さんご存知かと思うんですけど、こういう翡翠器って言って、こう淡水とね、淡水がちょっとこういうあのボートみたいなものに乗ってね、見ていくツアーみたいな、こんなんもありますけど、はい、これはすごいでかいですね。これはまあちょっと実物大なんですけども、あ、これ実物大なんですか？はい、花博の時から、あ、これ平成2年にですね、寄贈されたものなんですけども、お化けこんにゃくと言われる、まあ、スマトラ、正式にはスマトラ大こんにゃくという里芋科の植物で、世界一縦に大きい植物。これはもう優にね、人の背丈を超えていると言ってもいいんじゃないですか。そうですね、うん、で、まあ、たった2日間だけなんですね、開花するのはですね。あと、まあ、こちらがですね、あ、これは先ほど写真でも、はい、見ていた、多分皆さんもう有名なのでご存知かと思うんですけども、まあ、ラフレシアですね。ラフレシアですね、はい、これは世界一横に大きい、横に広がったら、今度は、はい、でも普通に考えてこんな大きい花、普段見ることないですもんね。そうですね、うん、でもう咲いたしり、30時間ぐらいかけて咲くんですけども、咲いたしりからもう腐り始めてくる。あ、そうなんですね。ですごい腐敗臭をあの漂わせていまして、ハエを寄せてあの花粉を運んでもらうと。また現地に行ったら、こういったを見るツアーなんかもインドネシアでは観光資源としてなるほど。いや、現地行ってみたらちょっと興奮するかもしれないですね、このサイズの。私も一回は見てみたいな。いろいろちょっと案内していただきましたけど、まさにこのインドネシアのね、国の文化、歴史、何から何まで魅力的なものばっかりでしたね。はい、そうですね。やっぱりこれだけのいろんな文化とかですね、それからこういう食とか、
いろんな形でですね、このインドネシアに理解を深めていただいたらなと思ってます。そしてあの今回ね、夜間のナイトショーみたいなのが、ね、このイベントあるんです。そうですね、今日はですね、ワヤンですね、影、それから明日はですね、宮廷音楽ということで、夜にステージを開催します。夜のこう何とも言えない魅力的なショーをね、はい、映像でご覧いただけたらと思うんで、はい、じゃあそのナイトショーでエンディングとさせていただきますか。はい、ありがとうございます。はい、ということで上棚さん、ご案内ありがとうございました。ありがとうございました。もう始まりそうですけど。いや、始まりそうやないね。はい、いつ来たんや。ちょっと先ほどね、来させていただいて合流しました。もうね、エンディングすでに撮ってんねんな、はい、待っててくださいよ、それは。いや、なかなかね、めったにね、うん、見れないナイトショーということで、ね、そうですね、ちょっとこう、インドネシアの雰囲気も漂ってる中ね、ちょっとサトシもじゃあ見ていくか。見ていきます、楽しみです。でももう間もなく始まりそうなんでね。もうこれね、あと1分で始まるんちゃう。Yeah.